皆さんこんにちは、ヌンルームへようこそ。あやなこと篠崎あやなです。ということで今日の企画はズズン、メンバーに今年1年の漢字を聞いてみた。私は最後の握手会ということで、握手会会場に来てるので、もうせっかくねメンバーがたくさんいるので、メンバーみんなに1年の漢字どうだったって聞いてお話ししていきたいと思います。あんまりお話ししたことないメンバーもたくさんいるので、頑張って話しかけたいと思います。じゃあ行ってきます。じゃあ自己紹介お願いします。はい、17期研究生の平田由紀です。かわいい、ゆきちゃん。はい、17期研究生の正井真由です。はい、17期研究生の太田由紀です。お願いします。ありがとうございます。せいちゃんたちです。距離感。今みんなに今年1年の感じを聞いてるんですけど、変化ありますか？変化、変化の変、はい、変変、はい、なぜですか？なんかいろいろ自分の中で変化があった1年だと思ったからです。そのまんまです。何かありますか？私は楽しいの感じで、本当にありがたいことに、何かあったらまた次何かあるっていう状態がずっと1年続けられて、すごく楽しかったので。すごい大変じゃなかった？大変でした。あ、そうですよね。最初そうだよね。はい、私は成長のせいで、なんかそのコンサートとか、その初めてすごい何十曲も出させていただいて、なんかそれを前回のコンサートよりも自分の中で消化できたりとか、自分の中で成長できた面があったので、すごい、みんなしっかりしてる。じゃあ来年からも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆりちゃん、はい、今メンバーに今年の漢字を聞いているんですけど、わ、漢字一字を、わお、漢字一字、はい、ねえ、はい、寂しい。ああ、寂しい。私がいなくなって、なんでここいなくなったの？でも本当に今年1年締めくくって、本当にいろんな人の卒業見送ってきて、寂しい気持ちが今すごいあるから。確かにね、あやなもこうやって12年間の活動を終えたということなので、はい、寂しいです。誰も寂しい。ね、泣いてたね。ゆりちゃん、私がいなくて寂しいだろうけど、頑張ってね。うん。頑張るね。どこ誰に向かって言ってるの？頑張ってね。また私が誰がいるか？ありがとう。誰もいない。何言ってるんですかね、この人。やばいね。はい。じゃあ寂しいでした。寂しいでした。ちゃんの感じは寂しいでした。サホこと岩田サホです。サホです。ありがとうございます。ってことで、今メンバーに今年の漢字一字を聞いてるんですけど、はい、サホの今年一字の漢字は何ですか？2023年。じゃあれ、うん、あー、なんでなんかコミック、じゃんけん大会とか、うん、ね、確かに、すごかった。あれすごいことだと思う、うん、なんかやりたいなって思ったことが叶ったりとか、うん、自分収集もしたしね。うん、それもそう。だから、本当に今年の初詣で、ね、うん、事務所いいところとご縁がありますよね、すごい願ってた。すごい。だから確かに、本当に叶った。すごい。あ、あとは、私の大好きなラブライブの声優さんと番組で共演することができたので、うん、本当にこんなすごいことがたくさん起きた1年でした。なるほど。はい。すごい。運が良かった1年でしたね。なんかな。ということでさ、うん、感じは運でした。自己紹介してください。はい、 AKB48 の小栗ゆいです。かわいいね。 AKB48 の岡部いいです。ゆいちゃんです。イエーイ。ありがとうございます。急に、あやなさん、急に、何ですか？あやなさんの YouTube だ。嬉しい。え、本当に？私も見たことあります。え、本当に？私もある。同じ同期の人とご飯食べてる。同期の人とご飯そうなんです。同期の人とすごいでしょ。ということで今、みんなに、はい、2023年の漢字一字を聞いてもらってやるんですけど、何かありますか？すぐ思いついたら言っていいよ。じゃあ私は、うん、決断の決、ああ、
なるほど。確かに卒業を決めたしね。1年前に私は決めたはいたんですけど、うん、それを実際に発表したりとか今年だったんで、いろいろ決めたよみたいな。確かに決断の決。4月卒業？4月春先ぐらいに卒業できたらいいなと思った。まだ未定なんだ。そう、はっきりとまだ決まらなくて、10周年ぐらいに去ります。楽しいね。ゆいゆいは？私は成長です。おお。2文字で1字ではない。ごめんなさい、足りない。成長、はい、成長です。1年間って何、いろいろあったなと思うんですけど、うん、一番最後の武道館で、うん、みんなをまとめる言葉を言わせていただいて、確かに今まですごい言葉が詰まったり、うん、台本を頭の中に描いて喋ってたんですけど、うん、そういう描かなくても自然とステージに立ったら気持ちからこう出てる感じがして、言葉がこの気持ちの中から。すごい、ちょっとドキュメンタリー作りそうな。確かにこれだけで1本収まらないよこれじゃ。その10分ぐらいの尺の動画じゃ収まらない。ちょっと押さえといてもらっていいですか？押さえます。素敵、ありがとうございます。素敵。ゆいゆい泣いてたよね、武道館。終わったらそう、ほっとして泣いちゃいました、私それ見てうるうる来ちゃった。あ、かわいい。優しい。同じチーム。確かに。あ、そうだ、懐かしの。そう、だから嬉しい。で、私はもう逆にあやなんさん2日目リクワだったじゃないですか、うん、その後になんかあやなんさんとかくるちゃんとかが岡部ちゃんね、本当に楽しかったって言ってくれて、うん、夜のショールームで号泣しちゃうんですよ、嬉しくて。本当にだったんだ。楽しかったもん。嬉しい。岡部チームすごい、それはすごいね。先輩がいてくれるんですよ。すごい、すごいね。ゆいゆいも岡部チームだった。だって私はさ、一番最初がチーム A じゃん、ね、だけどあやなんさ、いろんなチーム経験して、確かにね、そういう人が言ってくれるの本当に楽しかった。でもあやなんさん積極的に話しかけてくれて嬉しかった。好きだもん、2人とも。嬉しい、やった。また出てください。はい、サムネかな、これ。まさかのサムネ。サムネ、サムネ、チームA。ありがとう、二人とも。ありがとうございます。じゃあねー。今、うん、皆さんに今年一時の感じなんですかって聞いてるんですけど、うん、え、あ、じゃあまずじゃあ自己紹介いただいていいですか？はい、AKB48のみよんこと向井地みよんです。みよんです。よろしくお願いします。じゃあ今年一文字、うん、ねえねえ、かけてるよ、ネイル。え、やめてください。なんかミオ、いつもネイルどっかハゲてる、この人。そうなの、ハゲがち。ハゲにしようかな、ひと文字。ハゲ、やばい。私は、何？脱ぐです。おお、確かに脱いでらっしゃった。脱ぎました、私。ねえ。人肌という意味でも。確かに、なんかさ、水色のさ動画めっちゃよく回ってくるんだけど、そう、なんかめっちゃバズってなかった。そう、ツイッター？そう、ツイッターでめっちゃバズってた。そうなんです、水着でインタビュー受けてる動画がなんかバズっちゃって、他のアカウントがやめなさいよ。やめてください。やめてください。全然気をつけて。その動画で、バズっての知らなかったんだけど、なんで知ってるかっていうと、なんか大谷しーちゃんが送ってきて、ミヨンのなんかやばいねみたいな。なんかバズってるよみたいな。普段しーちゃんから LINE なんて絶対来ないのに、それだけ来ました。バズってるよって。はい、ありがとうございます。見ました、私もそのバズりで見ました。で、写真集も勝手に見させていただいて。あ、そうなんです。勝手に、勝手に。ありがとうございます。超良かった。写真集も出せたので、夢が叶った1年ということで、脱ぐ、脱ぐということで、気になった方はおんちゃんの写真集を概要欄に。ごそく概要欄に。概要欄に。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。佐藤みなみです。佐藤みなみです。みなみ。今メンバーに2023年漢字1字で表すならって聞いてるんですけど、はい、かわいいね、リボン。あかわいい。なんかありますか、佐藤みなは。生きるで。ああ、なんでですか？必死に生きたので。確かに。生きてるだけで偉いですもんね、はい、本当にそう、頑張って生きてます。今日偉いです。さとみな今日も頑張って生きてます、はい、頑張っていきましょう。バイバイ。バイバイ。ということで自己紹介お願いします。はい、 AKB48 の千葉エリーです。千葉にゃんです。千葉にゃん。ということで今メンバーに今年1年の漢字を聞いてるんですよ。はい、
じゃあ千葉にはありますか、今年2023年漢字一字で表すとしたら、はい、何ですか？ B です。美しい。おー、なんでですか？なんか今年1年は美容について結構なんか TikTok とかでなんかメイク動画を上げたりとか YouTube とかでもメイク動画とか上げたりとか、確かに美容に結構まつげ本当に綺麗っていつも言うけど、綺麗なんですよ、エリーのまつげ見てください、千葉にゃんのまつげガン決まり。でも今日これがちょっと不調で。あ、そうなの、はい、これね。ちょっと悔しいんですけど。そう、はい、確かに。なので、今年1年は美かなって思います。かわいい、美しい、美しい。何だったっけ。ゆきりんさんがランルームに緊張する。なんで嫌な先輩。なんかその YouTube もすごいバズって、ちょっとめっちゃ肩まで降りるよ。